足から痩せるフロッグポーズということで、太ももの外側の張り、反り腰、O脚、腰痛、便秘、一つでも当てはまった方は今回一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下半身がなかなか痩せにくい、そういった方におすすめなフロッグポーズというのを3つ紹介していきます。この3つをすることで足痩せ、反り腰、便秘、腰痛などが解消されていきます。たった3種目なので、スマートフォン見ながら一緒にやってみてください。それでは紹介します。まずフロッグポーズ、うつ伏せの方法からまずやっていきます。まずは四つん這いになります。肘をついて、このまま膝を開きます。膝の後ろに足が来るようにしてください。この状態で体を後ろに持ってって、股関節、内転筋、お尻を伸ばします。今度はお尻を締めて体を前に持っていく。そうすると腸腰筋、腰が伸びます。1分間ちょっと長いですが伸ばしていきましょう。スタート。同じようなペースでやってください。呼吸はリラックスでいいです。体を前に持っていくときは腰を丸めてください。太ももを前につける感じで、しっかりお尻を出して、腰を丸めて、腰が上がらないように丸めて前です。お腹はしっかり持ち上げたままです。しっかりね、これで腰、反り腰などが改善されると足痩せしやすいです。よし、 OK。 今度は上向きです。上向きで足を広げます。こんな感じです。しっかりお尻を上げます。このままスマートフォン見ながら、ももを胸につける感じで交互に動かしていきます。スタート。もも胸つける感じで、これでね、腰がすごく伸びます。腰痛い方はね、無理しないでください。ちょっと腰が痛い、この自転車を漕ぐ感じでね、ももを胸につけてください。リラックスです。こういう感じですね。これがね、まあまあ辛い、腰痛い人にはね結構辛いですよね、これ。自分もね、ちょっと腰痛持ちなんで、まあまあ痛いこれ。足を動かすたびにちょっと腰が痛い。これをね、改善しましょう。一緒に足を抱えて、伸びる、腰が伸びる、OK。 はい、ラストは座って足広げます。足首を持ちます。スマートフォン顔の前に置いてもらって、このまま腰を反らす感じで前かがみになって左右に揺れます。これで腰、お尻、股関節をストレッチしていきます。1分いきましょう。しっかりお尻を出してね、前かがみです。足首を持って体を左右に揺らします。こういう感じですね。お尻と股関節伸びてれば OK です。これでね、骨盤の角度整います。お尻が硬いとやっぱり骨盤の角度がちょうどいい位置になりにくいです。なのでしっかりね、お尻も伸ばしてください。ふう、揺れるだけ。こういったストレッチはね、朝とか寝る前とかがね、おすすめです。まあもちろん運動後もね、いいんですけど、寝る前にね、こういう優しいストレッチすると深い眠りになりやすいですね。揺れるだけです。はい、OK です。
最後おまけにキャットバックをしていきます。このキャットバックをね、こういう感じ、力を抜く、力を入れるっていう繰り返し、最後1分頑張って、こういう感じです。力を抜いて反らすんじゃなくって、力を抜いて腰を丸める、ゆっくり腰をね、クックックッと丸める感じです。これだけでもね、骨盤が正しい位置に戻ってくれます。腰痛ある方はね、ちょっと腰が痛いかもですが、しっかり腰をね動かしてください。デスクワークの人とかはねおすすめです。あと少し、この腰丸めるだけでもね腹筋結構使いますよね。お腹が熱くなります。 OK、 お疲れ様でした。フロッグポーズ3つ、最後キャットバックおまけで1つ、計4つのエクササイズでした。これはね、筋トレとかエクササイズっていうよりもストレッチに近いので、ぜひね毎日でもやってみてください。そして筋トレばっかりやっちゃうとやっぱり体って硬くなってしまうんで、そうならないためにもしっかりストレッチというのを定期的に取り入れて、体がね筋肉のバランス悪くならないように、いろんな筋肉が使えるようにストレッチというのも行ってみてもらえたらと思います。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、インスタグラムなんかはよくもアップしてますんで、フォローの方しておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。